本日は、じゃがいも浅く植えたものと深く植えたものの出来はどう違うのか、まあ、ここでもう掘ってあるんですけど、はい、どっちがどっちかとは言いません、はい、まあ、見ていただければ分かるので、はい、ただ、まあ、その違いがちょっとあったなっていうのは、うん、後ほど解説したいと思います。こんにちは。こんにちは。どうも。空調服が止まった岩崎です。どうもママです。充電切れです。あらま。まあパパもね、ちょっともう充電切れですね。はい。というのも、うん、ビール飲まないと。うん。今日は飲まるね。今日飲まるかな。うん。今日頑張ったで。あ、そうやな。うん。どうする？うん、飲むか。まあまあそれは後でまた交渉や。はい、で今日は。はい。何だっけ。じゃがいも。はい。じゃがいもを浅く植えた時と深く植えた時ね、うん、もうすっかり枯れてしまいましたけど、えらいボロボロやな、うん、まあ、あのテントウムシ魂にやられたかもね、すごいね、うん、まあとりあえずでもまあ条件は一緒やからな、はい、浅く植えたのはもうほんま奥程度、ほらここ見てみる、浅植えというか種芋がここに出ております。これ種芋か、これ種芋ちゃうの、あ違う、でもそんな感じやね、そう、うん、まあまあまあ種芋じゃないかもしれない、浅植え、はい、で深植えはスコップ1本分3だか30センチぐらい深く植えてるな、うん、で浅植えしたものと深植えしたものでジャガイモはどっちがたくさん取れるのか、うん、という実験動画です、はい、で、まあ、植えた時の様子はねこちらでございます。まずは浅く植え付けます、はい、浅く植え付けるのはだいたい5センチぐらいにしましょうか、5センチぐらいね、ほうほうほう、まだこんなもんです、ここでこんな感じ、あ浅いね、浅いね、浅いね、なんか人間が浅いみたいに言うなよこれもこんなもんね、はい、下向けとくこれ、向きは別にあるか、向きはまあいろんな向きで植えときましょう、そうだね、でここも、うん、もう手で掘ります、手で掘れるぐらいの浅さ、ね、浅く植えつける、ね、とりあえず埋めちゃいます、はい、ね、5センチ言うても土が1センチから2センチしかかかってません、はい、ね、で次、深く植え付けます、はい、このスコップぐらい、お30センチ、はい、ね、深く植え付けます、いきます、はい、取ってやっぱ雨が多いからちょっと水含んどんだ、あこれ30センチは入らへんな、結構そうね、うん、深く掘ろう思ったらもっと頑張らない、どう？まあ30センチということで負けといてくれ、これで、まあまあまあ、な。それは全部掘らないかんねえで。ほらな、うん、まあまあ。はい、これポンと入れます。頑張れよ。はい、植え付けました。よいしょ。掘って。はい、掘ります。俺はまあ持ってやで。うるさいなお前。まあ持ってや。うるさいな。これほどまあいいやろ、これぐらいで負けとけな、はい、ほい、なんじゃ、はい、ブラジルの人聞こえますかここまで掘ってないし、はい、はい、深植え完了です、はい、はい、植えた時の様子が、まあ、そんな感じで、はい、あれからそうですね、今日は、6月の14だからほぼ90日弱、85日、うん、90日、そうね、ちょっと早いけどな、もうボロボロやからもう、うん、品種は一応男爵です、男爵、普通のじゃがいもね、男爵です、はい、はい、川田男爵やったっけな、あそうなの、うん、なんかその人の名前なんかそんなやったと思う、へ、うん、まあ俺には関係ない、はい、親戚でもなんでもない、そうやな、まあ、じゃあ早速まず浅植えから掘ってみたいと思います、はい、浅植え、ここ3つね、いきますね、うん、ちょっと汚いけどね、まず、ズボッと、ほら、あ、これ種芋こんなとこ、で、じゃがいもがすでに2個ね、2個です、はい、ちょっと待ってや、うん、で、これも3つね、ズボッ、種芋はこの辺にあります、はい、もうすぐそばにあります、はい、あなたのすぐそばにございます、うん、ズボッ、うわ
すごい、うん、なんかいっぱいできてるんやけど、ちょっと青いのがな、青いね、やっぱ青いね、ちょっと青いのが、うん、朝植えやからな、はい、うわー、うわー、なんか結構あの浅く植えてんのに、なんかお手頃でジャガイモ取りって感じやな。ほら朝植えやと、やっぱりあの種芋よりも上にな芋ができるからな、ね、これあ楽ちん。掘るのも芋掘り楽ちん。いや結構できてるよ、ほんで浅植えでも。浅植えなんか全然あかんかな思ったらめっちゃできてるよ、うん、ちょっと青いのがな、青いのが気になるよ、うん、青いの食べるとお腹痛くなるからね、おポンポンがちょっと痛くなっちゃいますけどね、それでもうないんやろな、食べた、そうやな、うん、掘るの楽やな、掘るの楽、はい、一つ目こんな感じです。あらま、結構できてはいるね。結構と取れてんだよほら、うんうん。細かいなりな。はい、その二つ目。はい。掘るというか。な、拾い上げるというか。じゃがいも拾いやな。大阪弁では拾うっていうね。拾うな。うん。これ拾うっていうと東京人ね。って言われ。ああ、やっぱ分かんないんだ。うん。あとな、あのちょっと窓すかしといてって言って、それも通じんかったな。すかすも分かるか。うん、へえ。北海道ではな、それどけといてくださいって言ったら、うん、どけるのけるって言うやん、うん、のけといてくださいって上にのっけられた、うん、あ、そうかそうか、やっぱりそういう言葉って通じるのってあるんやなって、あーないわやっぱり、あーちょっとあるか、はい、じゃがいも広いですね、はい、3つ目すごいなこれ、うん、まあ、青いのがこれが欠点やな、この青いのね、うん、ほらほらほらな、これな、青いのおポンポンが痛くなるからな、はい、マルチをきっちりな、うん、であのあれやよ、植え穴から、そう、この植え穴の部分の土を、うん、土寄せじゃないけど土乗せてあげればいいんだ、そうだね、うん、森塩じゃないけどね、うん、そうそう、森塩、さつまいもみたいな、掘るの楽、おお、もう下ないもんね、うん、あ出てきた、ほら、もうないか、だって少なくないよ、結構できてるよ、普通にできてはいいよ、うん、うん、ね、まず初めの3つね、これほら青いのよね、青いのよ、それが難点やな、難点やな、ここまでが赤いよね、よいしょ、これ種芋やな、ちょっと待ってや、ちょっと細かいね、そうやな、なんとなく全体的に、はい、ここまでですね。はい、拾ってください。よいしょ。ね。浅植えでも全然できますな。できるはできる。できるはできる。ただほんま、うん、あの軽く土寄せ必要ね。ねやっぱりね。うん。ちょっと青いのが。うん。ね。頑張んないね。やっぱりこの畝の真ん中あんまりよくできないね、真ん中はね、うん、やっぱりちょっとこの畝幅広すぎたね、ほら畝の真ん中ちょっと少ないで、次こっちな、こいつな、うん、あ、これ腐っとるわ、これアウト2つ向こう行け、なんじゃ、ほんまこの青いの注意だな、青中や、青中ちょっと深い、いやもう掘るの楽や。これじゃあ隣めっちゃしんどいんじゃん、掘るの。そうよ。めんどくせえ。よっしゃ。朝植えはね、はい、9株ですね、はい。9株で、ちょっとここから少ないのは上に出ててね、あっち跳ねたんやけど、うん、青いやつね。こっちな、うん。青くなってるんで、多少収量が減りました。はい、まあでもそんなに思ったほど少なくはないですが。うん、まあちょっと土寄せやっぱした方がいいね、多いね、うん、やっぱりね、あと軽く種芋の鎖の匂いがするね、おー、うん、くっせえわ。じゃあ次こっち深植えですね、はい、うん、深植えは何株あるんだ、深植えはあれ12株あるの。違うな、ここまでやんな、9株かな、一緒かな、1,2,3,4,5,6,7,8 9株やね、うん、はい、じゃあちょっと、こっちも一回抜いてから、はい、おやっぱり奥が深いね、深いね、うん、ちょっとこれ汚いかな、うん、よいしょ、抜けへんわ、深、あら、深いから
すごいね。うん。深いってやつやな。あ、懐かしいね。まあこれ、これとこれ。よいしょ、よいしょ。ほい。で、ここまでか。うん。ほんま深くてさ。ねえ、動けへんわ。全然。うん。種芋さえもないもんね。すごいすごい。種芋だいぶしたやろ。すごい。これどこやねん。どこやねん。どこやねん。え、どこやどこや。え、ちょっと待ってや。ここと、ここと、ここか。あ、こう、こう、こうやな。うん。消この辺と、この辺と、この辺や。うん。芋一個ちょっと見えてるけどね。ちょっと見えてるね。うん。じゃ端っこの方から。はい。よいしょ。よいしょ。びっくりした、葉っぱか。何？後ろのさつまいもの葉っぱさ、うん、でっかい芋虫に見えてさ。おお。勝手になんか驚かんといてな。うん、めっちゃ驚いた。ママの声でこっちがびっくりするとこがあるから、ね。めっちゃ大発狂するとこやった。うん、はい、深植えね。うん。まだ。細いのかなね。え？細かいほんまやな。よいしょ、あるよ細かいの。次二つ目。よいしょ。よいしょ。うん。そっちから見えへんな。うん。あるんか。なんか少ないよね。うん、ほっ、うん、あるある、うん、あるはあるんですけど、結構やっぱ掘るのめんどくさい。めっちゃ深いな、うん、種芋だってあれへんもん。腐り切ってほしいもたんかけあるけど。よいしょ、よいしょ。おちょっと肌が老化病的な。ね、うん、若干ね、うん、でなんかやっぱり湿度が深いと多いのか、ね、プツプツしてるね、うん、白いプツプツがあるよね、うん、ヒゲというか根っこというか、うん、そうそうそう、これな、うん、よいしょよいしょ。掘るの大変、掘るのめんどくさい。3個目、はい、いくで。どこや、どこかどこか分からへん、もう。よいしょ、うん、ちょっと肌がやっぱね、悪いね、うん、やっぱあのジメッとしてるから、ここら粘土質だからな、うん、ジメッとしてるからさ、ジメッとしてると糖化的な、うん、糖化病的な感じにはなるんかな、はい、あ、今日の1個目、うん、ぶっ刺し。よいしょ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 。これ容器あんな。めんどくせえ。もうじゃがいも嫌いね。大して取れへんしさ、大して金ならんしさ。そうね。ね、掘るのめんどくさいしさ。次行くぞ。はい。一回止める？はい、深植えしたもの、はい、最後の一個です。はい。掘ります。よいしょ。よいしょ。よいしょ。見えへん。よいしょ、塊が、うん、よいしょ。もうボッコボコやで、ね、土もボッコボコやな、うん、ここは水はけいいんやけどな、うん、よいしょ。でもやっぱり深く植えるとその分やっぱり土も水持ってるよな。そうね、うん、よいしょ。
まだまだ嫌いだ芋掘り嫌いよいしょよっしゃあ、何じゃ顔の前に飛ぶな虫によっしゃ、こんなもんか、はい、もうこんなもんだ、はい、はい、ということで結果発表、はい、こここれ、はい、どんな線よこれこれそうねこっちからこっちは浅植え、はい、浅植え、はい、こっちからこっちは深植えこっちねちょっとやっぱり土の感じで分かるよね、うんうん、土くっついとるもんな、見た感じ、はい、収量は大して差はなさそうですそうだね深く植えようが浅く植えようが、うんうんまあ、大体隣同士が同じ条件やからな、はい、で、浅植えの方は掘るのが非常に楽です芋掘りというより芋拾いです広いで、ただやっぱこういうね青いやつ青いよねめっちゃ青いのがもうあっちゃこっちゃに、うん、だから浅植えでやる場合は途中で土寄せマルチしてても、はい、マルチしてても土寄せであのこの芋のこのね芽の出たあの隙間ぐらいの辺から光が入るとそうね、ね、芋があのっていうかどうしてもほら盛り上がってくるからねそう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 だからこの青くなる分をなくせば収量的にはいい感じだと思います、うん、であのやっぱりちょっと上の方やから土乾燥してるから芋の状態も多分美味しいと思います、ね、いい感じです、うん、で、対する深植え深植えは、青いものは全くないですまあね、うん、でも掘るのは非常に面倒くさいですなでちょっとやっぱりあの土の奥底やから、うん、湿度がやっぱりな、うん、持っとるからちょっとフツフツしてるやつがあるなこういう感じで 芽が出そうな感じ根っこが出そうな、うん、なんかすごい白いね、うん、ちょっとフツフツしてるよな、うん、あとあの軽い草花病というかそうだね、うん、ちょっと肌が悪いのが悪い、ね、あったりするねうんまあだから水はけのいいところだと深植えでも全然いいかもしれないけど、うん、まあこうやって見てみると浅植えの方が楽やなそうやなもう別にそんな大して深く植えても浅く植えても収量は変わらないってことやからな変わらないは変わらないね、うんいや勉強になるね、はい、いろいろやってみるもんですわですな、うん、やっぱりね何でもねやってみなあかんと思うわ、うんまあ、やらんとごちゃごちゃ言うのはねあのやらんとごちゃごちゃ言うだけですよやってねやってごちゃごちゃ言うのもね、うんまあ、それはそれでうるさいよ、ねそうね、よいしょ、まあ、疲れたよ今日はいやねじゃがいもねなんだ疲れたねん今日はおう暑かったしね暑かった、うん、いやもうでもてあのテレビはさ暑い暑い言うななそうもう京都が暑いとかさもう暑さ比べどこでもええねんもうお前っていやそれやったらシンガポールとかハワイとかの気温とかなパリとかの気温とかやったらええねん、うん、でもまあまあ日本の国内やからみんな親近感があってな、うん、あれすんやろうけどまあだけど暑い暑いって当たり前やないか暑いに決まってんやないか去年も暑かったし、うん、一昨年も暑かったやん、うんなのにまたニュースで暑い暑いってなこれな多分なこの天気予報で暑い暑いって言うのとな大谷翔平をなテレビでやるとみんな視聴率がええということやと思うねん、はいはいはい、視聴率追っかけやねんうちがじゃがいもやるのと一緒よじゃがいもやったら視聴率いいのよまあねみんな見てくれるからはいなんか飛んできたねテントウムシだましやろだましだましやろうんいやあれよだからじゃがいもやるみたいななはいでもテレビはね、ほんまね、もう見なくていいよ。ほんま。ろくなもんあれへんでな。そうやね。あの、YouTube でさ、やってるとさ、まあこれほんまに、ええんかどうか知らんけどさ、昔のな、あの、ドリフ。うん。ドリフのあコントとかさ、あの、8時だよ、全員集合とか。うん。もうパパらも必死に見た、はいはい、あの、世代やからな。ああいうのやってると、やっぱ面白いよね。おー。うん。ああいうコントね。なかなか、なかなかやで、うん、ちょっと今のはな、みんなあの変にさコンプライアンスというかそうねいうのを守りながら変にシュールやよな、はい、いろいろ見ててもな、うんうん、まあパパもあの好きで見てるけど水曜日のダウンタウンなんかでもちょっとなそう、ね、ちょっといかがなものかというのが多々あるよな、うん、だから面白いんやけどね、まあ、パパがのテレビで見てるのはその水曜日のダウンタウンとマルコポロリだけ
マルコポロリおもろいな。いや頭あのあれやバラエティーでさ頭使わんでええやろ、うん、もう普段もういろんなことで頭使い倒せるやんか、まあね、だからもうあの人らも必死に頑張ってやってるんやろうけど、うん、こっちはもう思考回路停止でさポーッと見てられるやん、うん、あの野球とかはさどうしてもな、うん、パパも野球部やったからさ、うん、次何の球投げるんか、はい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 、駆け引きをこっちで予想したり考えてしまえ、それがめんどくさいな、うん、競馬もそうやな、そうやな、もういちいち馬のなあの血統やらな、うん、そんなとこ見たって分からへんのにやで。だからテレビ見るよりも YouTube やね、ですな、うん、最近の YouTube のおすすめはやっぱりミス王者かな。今日もええ歌歌ってたわ。あ、そう、うん。歌詞はでもいいよな、何百万再生ってされるよな、すごいよね、うん、カバーはあんまりあかんのかもしれんけどな、うんうん、まあ俺らはあの無駄話が、ね、おふざけが多い、そうね、要点だけ何言われとったな、うん、うるせえ見るなんて、そういう人はほっとけ。もう俺らもいろいろ考えてやってるんですよ、もうですな、これで大変なんですよ、うん、もっと王道だけでいけばいいんやろうけどな、まあね、まあ王道だけでいくと個性がなくなるんでね、うんうん、まあ、無理に個性つける必要もないんやけど、はい、これもこんな話もこないだしたね、そうね、まあ、ただこれね実験動画はねわりかしあのみんなやってないよな、はい、そうだね、うん、だからまあこれからもやっていこうかなと思うんですけど、うん、はい、ね、味の違いを教えてほしいみたいなな、とかあったんやけど、ただちょっとな YouTube って難しいよね、うん、その俺が食べて食べ比べで味が違いますって言って伝わればいいやんけど、うん、なかなかその伝わらないのと、ね、どうしても調理系ではないからね、そうだね、ちょっと話がずれると違うよ、ね、カクンってやっぱり下がるからな、うん、あのあれが一番ひどかったもん、あの何だっけ、ハロウィンのハロウィンかぼちゃの、はい、あのあれなんていうのランタンっていうの、うん、あれを作る動画、はい、ひどかったよな、ひどかった、全然見てもらえへんかった、はい、もう消しちゃった腹立つから、そりゃそうだ。だからやっぱり系統が変わると再生回数減るからな、う、ね、うん、まあ、うちは実験系統で頑張ろうかなと思います、はい、で、さつまいもなんか実験する、おウリハムシはな、あそこにあの勝手に生えてきた、お、土手にな、うん、かぼちゃがもうウリハムシだらけ、すごいことやね、うん、やっぱりそんな違うんやなっていうのが分かったけどね、はい、まあ、また考えます、はい、実験動画、あの実験動画のね、あのリクエストがあれば、はい、こんなんしてって、はい、ください、採用するかどうかは知らんけど、はい、で、ね、最後ね、6月の23日日曜日、はい、子供農業学校、秘密基地作ります、はい、で6月30日日曜日、家庭菜園のすすめ熊取図書館、はい、町サロン、私喋ります、うん、11時から1時間、夏に向かっての病害虫対策、イエイ、ね、病気と害虫に、はい、今写真一生懸命集めてるからな、うどんこ病の写真も撮っとかなかった、うん、まああの あれやうち、まあ、YouTube でライブ配信するけど画面は俺しか映らへんしね、こっちで写真出す分の写真はな、うん、うちやからさ、そう、ね、うちっていうかあのインロックちゃうわね、んクローズドやからな、はい、だからまあどっかからパクった写真見せても構わない、まあまあまあ、まあ、図書館やからそういう本もいっぱいあるしな、そうね、うん、その本でこうやってこれってやるかもしれません、はい、まあ、でもあのもしねよかったら来てください、はい、はい、あのうちの前あの前じゃない図書館の前でうちの野菜も販売しますんで、はい、ママが販売してます、はい、ママの顔が見たいでまたコメント書かれてたけど、あ、そう、うん、ママの顔はあのそこで買い物しに来るか、朝の寄ってっての泉さんの店に行くか、まあ LINE 公式アカウントに入っていただくか、はい、するとたまにママが出てきます。はい。はい、そんな感じです、はい。今日の実験結果はこんな感じですね。です。もう先言ったもんな。はい。はい、ということで、朝植えがおすすめかな。ですな。ということでおしまいです。それでは皆さん、さようなら。